伊勢志摩サミットまで1週間を切り、自衛隊は各国の要人を空港からサミット会場まで運ぶ訓練を行いました。21日午後行われた要人輸送の訓練は、千葉県木更津駐屯地の陸上自衛隊第1ヘリコプター団を中心とした部隊のヘリおよそ20機を使い、中部国際空港で行われました。専用機で到着したサミット参加国の要人らを空港から会場などへ運ぶという想定です。通常はヘリの後ろから人が乗り込みますが、今回のサミット用の要人専用ヘリは赤い絨毯を敷いたタラップを使い、横から乗り込むため、その手順などを確認していました。訓練はサミットが開催される26日まで毎日行われます。